ね、あのお客様に短冊、ね、あの書いていただきましたね、はい、そうそうそう、僕も書きましたよ。ほんまでもそれですよね、私もそれですよ。看板カルシファイを、ここにカルシファイっていうのタオルに出てくる。はい、ということでお疲れ様でした。ありがとうございます。今日は7月の7日、ね、はい、ランチライブでございました、はい、お疲れ様です。ね、浴衣素敵でしたよ、めちゃめちゃ。ありがとうございます、ね、こう着替えてしまったのねと思いましたけども。そうなんですよね、まあ、それはでもあれですね、逆に言ったらあの浴衣姿が見たい方はぜひ、ね、そうですね、ツイキャスのアーカイブを見ていただくという形で。浴衣は何がいいかっていうのは、帯をほどいた瞬間のああわっっていうね、そう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 、なんかスーっていうね。袴ならなおなおですからね。袴きつい、ね、あ結構でもそういうの着る機会とかあるんですか？着る機会は多かった、まあ、この1年間はちょっと減りましたけど、うんうんうん、それまでは年に袴は3回から4回。なるほど。え、何お正月と、年末のカウントダウンライブとか、うんうん、あとは能楽堂でライブするときに。あ、そうか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 、羽織袴着てるんで。あ、そうなんや。だから袴だけでも多分6、7着ぐらいあるんじゃないか。すごいね、さすが。でも能楽堂とかいいよね、本当。カビ入って。いや素敵素敵、ね、まあそんな今日浴衣のね、はい、ライブでしたけれども、はい、ね、タラバタということで、はい、皆さんね、あのお客様に短冊、ね、あの書いていただきましたね、はい、そうそうそう、僕も書きましたよ。何こうチャンネル登録100万人、いいですね、とりあえず1000人ほんまでもそれですよね、私もそれですよ、私もそれ書こうと思いましたよ、書くならば書こうと思いましたよ、ね、とりあえず1000人ね、超えたいですよ ね、まあ、100万人目指しつつ、ね、YouTube どんどん増えてますから、 YouTuber もね、そうですよね、なんか YouTube ね、そのまあ YouTuber みたいな人がいっぱいいるじゃん、はい、もうなんかいろいろ、まあいろいろですけど ね、 そうですね、あのでやっぱりまあこれは別に YouTuber の人もね、はい、なんかそのバラエティ枠っていうかね、いろいろ楽しませていただいてるので、うん、もちろんもちろんなんですけど、やっぱりこう音楽枠ね、ミュージシャン枠頑張りたいですよね。そうですね、なんかまだちょっと YouTuber として音楽のそのミュージシャンとして活動してる人たちがそのね、なんていうの、 YouTube ってなった時に YouTuber とその数的な意味でね、そのね、おとなしくないですか、確かに音楽系は。なんかやっぱだからその求めてはる部分が音楽でいいんでしょうね。うん、あーそうか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 、そういう人たちは、うん、でそうだ、芸人さんとかそういう YouTuber とかいろんなスポーツ選手とかが歌うと、うん、バッと人気っていうかね、うまいってなるじゃないですか、うん、でもこういうのを職業にしてはる人は他のことってなるとあんまりいまいちなんじゃないですか、だから崩れるんじゃないですか、その像が。あ、そうか、ミュージシャン像がね、もしかすると。あ、なるほどなるほど。あ、でもね、確かにね、私もどっちかっていうと、はい、そのあんまりプライベート見たくない派かもしれない。なんかね、そうですよね、俳優さんもそうですけど、うん、なんかアーティストさんはもう私にとって神様なので神様で、神で、神でおってほしい感じはします。ね、でこうプライベート、まあでもね、やっぱりでもその素顔をパッて見た時のあのなんていうの、なんていうの、喜びがドキッとする感じはありますよね、うん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 、海外の人とかは結構ねすごいですよ、数、うん、やっぱり登録者数とかもですけど、 あとは日本の人やったらあのワンオーク、おー、ワンオクロック、うんうん、はもうすごいです。 PV がメインですけど、うん、ちょっとドキュメンタリーな映像とかもあって、すごい人数ですよ。なるほどね、だからね、ちょっと私もね、ちょっととりあえず YouTube 頑張りたいなと思っていて、どうしたらいいですかね、 YouTube どうやったら1000人超えんやろ。京都か関西か分かんないけど、はい、のインディーズチャンネルみたいなやつを始めようかなと思って、はい、あー、いいですね、そのゲストで来てもらうのは、まあ、来てもらえたら来てもらったらいいんだけど、まあ言ったら著作権的に大丈夫じゃないですか、あ、大丈夫な人たち、はい、かけても大丈夫な曲を持っている人たちの曲とかをどんどん紹介して、はい、なんかそのあ、こんな人いますよ、あんな人いますよ、うんうん、みたいなのを、まあ、ライブハウス的にやれることってそこかなと思って、でそのまあ、今週の、
ライブみたいなので、はい、こうどこどこでフラットさんやりますよ、どこどこでレストイケで大徳くんやりますよとかっていうのを、なんか週刊インディーズチャンネルみたいな、なんかそういうのをしていこうかな。で、まあたまにゲストで来てもらったりみたいな。で、アルバム発売やったらアルバムの、なんかね、はい、その紹介したりとか。まあ、その僕もいっぱい、ヒロさん出てもらったあの、うんうん、ブレイク、うんうん、コラボするとちょっと増えたりとかするんですけど、最近、うん、ここ3、4回、うん、サムネを、うん、にこだわってるんですよ。おー、なるほど。変わります。あ、これから変わります。あの、あれが、数が視聴数とか、あ、うん、があ、サムネで、サムネで変わります。そうなんよ、そうなんよって実感しました。え、今まではね、あの今までは動画のシーンのワンカットをサムネにして文字に載っけてたんですけど、うんうんうん、ちょっと全然ちゃうように作ってみてます。うん、あ、そうするとやっぱり数が変わってくる。まああのタイトルで、うん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 、例えば、ウクレレで弾くかっこいいフレーズで書くじゃないですか。うんうん、その下に。うん、ちっちゃく練習中って書くんですよ。はあ、そのかっこいいフレーズだけがピックアップされるんで、でも嘘ついてないんで練習中って書けてるからとか。正直。まあそういうちょっと騙しまがいな。なるほど。いやでもだって練習中書かんでも十分じゃないですか。いやもう全然ですけど。いや結構変わるんで、一回もしよかったら試してください。あ、寄ってみます。ね、確かにね、そのタイトルは。あのすごい大事ですね。ね、大事って聞きますよね。ハッシュタグとかも含めて。ああ、そうかそうか。やっぱりこれから先はね、なんかその動画っていうのはすごい大事な要素になる。もう動画っていうか、まあ YouTube 的なね、はい、そののはすごい。めっちゃいろいろな人のやつ分析してますけど、わかんないですもん。なんか理由がすごい伸びてる動画を僕が1本あっても、うん、それが登録者に行かないんで、でその逆もあるんで、登録者数多いのに。そんなに伸びてないとこもあるんで、うん、あ、不思議やね。そうだから、あ、でも伸びる、ね、単純に伸びるのは動物とか料理ですよ。あ、なるほどね。だから逆にキッチンの映像を流してる方が伸びるかもしれないです。確かに、はい、それはそうやね。だから一回ね、だからすごい忙しい日とかに60人とかお客さん来たはる日の厨房みたいな、はいはいはい、あのそれはもう大丈夫ですか、店長の映せる範囲ですか。あのね、やばい、そこそこ橋とか投げるからね。ピーが入る場合しゃもじとかそうラーッつって投げるからね、あれは危ないね。そうだから、でも確かになんかその今このライブが始まる状況とその、はい、2限中継じゃないけど そのなんかみたいなのを流したら面白いかもねみたいな、こんだけ必死でやってますみたいな。いや、もう行きましょう。そういうのありますね。まあそうですね、料理動画はねちょっと頑張って、それを料理動画を逆にね、その例えばいろんなアーティストさんの楽曲と合わせて、はい、そうですね、手元はその料理やってるけど、うんうんうん、いいですね、ね、そういうのもやってみたいなとかね、はい、またね、なんかそのまあいろいろフラットさんにもでもね、本当にね、うちの YouTube は確実に、はいはい、フラットさんのファンの人見てくださっているのが。すごい、本当にもうお世話になっておりますよ。結構ね、だから登録せずに見れるものなので、うん、あの僕も一回口うるさく言うんですよ、うん、登録は。あ、そうか、させてくださいねっていうのね、はい、そうか、やっぱり言っていかなダメですかね。通知はしなくても登録しておいてくれれば迷惑かかりませんっていう。大丈夫ね、ほんまや、そうや、ちょっと、ね、あともうちょっとなんで、私も。そうですよね。1000人超えたら、はい、その喋りの生ライブ、生配信、はい、そうしようかなと思ってて、はいはいはい、あの1000人超えましたイエーみたいな感じ でリスナーさんのなんか悩みだったりとか、その場のねトークみたいなのを一緒にできたらいいかなと思ったりしているの で、皆さんぜひ登録よろしくお願いします。僕の方もよろしくお願いします。ね、ポンちゃんのウクレレチャンネルですね。ポンウクレレチャンネルですかね、はい、そちらの方、まずそちらの方ね、チャンネル登録していただきまして、でよかったらモダンタイムスの方もよろしくお願いしたいと思っておりますので、よろしくお願いします。またね、なんか本当にコラボでいろんなことやれたらいいですよね。はい、はい、と、あ、そうね、そうだからこっちも1000人超えてなんかうまいことやれるようになってきたら、ぜひあのコラボでお願いしたいなと思いますので、よろしくお願いします。ということで、はい、今日もありがとうございました。また来月もよろしくお願いします。そらたんぽーちゃんでした。
あ、だからもう喫茶店のモーニングみたいな感じしましょうよ。いいですね。あ、卵、あ、ゆで卵と、あ、いいかも。ゆで卵とちょっとしたサラダと、うん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 、コーヒーと、うん、あ、素敵素敵、ね、PBT そうしましょうか。いいよ。でもなんかもう2年以上考えてるからもうメニューないねん。美味しいパンもね用意します。待ってきた。なんかもうバッツイのがいいですね。あ、いいね、バッツイね。あ、でもそういうのだってあるやん、あのね、ハニートーストみたいなやつ、ね、ホテやるみたいなやつ、なんか食パンをでかすぎる、でかすぎる、でかすぎるかな。フレンチトーストみたいなやつやろ。まあでもなんかちょっとボリュームのある感じね。ピーナッツバターって好き嫌いないんですかね。あ、なんかアレルギーとかあるじゃないですか、ピーナッツって。ピーナッツメインは PBT やけど、 P を何か違うのに変えれますにして、はい、なんかな、まあ、バターかジャムかですよね。でもピーナッツバターって言ってるから、ピーナッツバタートーストやから、ピーナッツバターじゃなかった、ピーナッツバターじゃなかったらポンじゃなくなるんじゃない。ポンじゃなくなるね。じゃあそれこそパイナップルバターどうなどうなってるんだよ。トーストトーストトースト、パイナップルバタートースト意外と美味しそうじゃん。パイナップルバタートーストってどんなんなんですか。パイナップル乗せて焼くみたいな。あ、そういうこと。ピザ、パイナップル、シナモン的な、ちょっと、あー、パイナップルか、まあ、ピーナッツバターメインのパンバターこれトースト。何やろ、ピープリンと、いらんな、プリンですよ、プリン乗ってのトーストに。いや、プリンはもう別で、プリンアラモード、あ、プリン別でね、デザートでね、プリンとバタートースト、プリンとバターあ、まあ、なんかダメな人はもうイチゴジャムか、もうピーナッツなしのバターか。あ、そうや、普通にバターストか、シュガーバタートースト。そうですね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。そうですね。ピーナッツバタートースト、ゆで卵とサラダと、うん、コーヒー。まあ、スクランブルエッグ的な、まあ、あれ、それじゃあ、ゆで卵あるから、ね。ゆで卵がある。ゆで卵と。コーヒーと。うん、じゃあ、ベーコンとか、あの、いいですね。焼いた。いいですね。あ、そうしたら、ちょっと厚切りベーコンを焼こうか。はい。ほんで、ゆで卵とサラダと。で、カルシュファーいるんで、ここに。ここにカルシュファーっていう、あの、タオルに出てくる主人公のキャラが一人いるんで、卵の殻はここに投げれば、あ、そうなんや、食べてくれるの。あ、食べてくれるや、カルシファーは。そうなん、食べ、ちょっと真似しようと思ってるんだけど、全然出てこない。あ、俺、ソーイが俺をいじめるんだ。そうです、がいるんだ。ということで、はい、決まりました。来月は PBT で、はい、皆さんお楽しみに。